こんにちは、春の愛です。11月23日火曜日、えー、大竹誠さんとそして砂山健太郎アナウンサーはお休みです、えー。今日は私と生放送を進めてくれる方はこの方です。こんにちは、文化放送アナウンサー石川牧です。よろしくお願,しお願いします。そして、この方ももちろんです。 もちろんはいタブレット順です。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いや大竹さんお休みでね本当に毎回これもう何回目ですか今。五回目ですって今年五回目ですって今年五回目。もう本当ね嬉しいというなんかお父さんいないううきうきさっていうか。あうきうきさ。いや寂しいとこもあるけどお父さんいないから今日寂しいなと同時にお父さんいないから何するみたいな楽しさがある確かにわかります。 お菓子いっぱい食べちゃったりとかしてねそうですねそういろいろねいやあの当にあにぼったくりバーとかいろいろねこのコーナー言われてますよね私たち3人のこの放送がねぼったくりバーえあんた砂鉄さんに言われてます。て砂さんが命名してくださったんでしたっけそうですねぼったくりバーにしちゃったみたいだ逆に本当こっちからね砂鉄さんから本当お金いただきたいぐらい楽しんでらっしゃると思いますよほん逆に。 <laughs> お客さんだから、そうかって感じですよ。<laughs> そうそう、なかなかのメンバーでね、ほんまた、あの、皆さん恒例の生歌も。あの、今日はね、お届けするということで、はいね、練習もしてますよね。そうですね毎回ね。勝手に恒例みたいな感じ恒例。恒例ですよ。<う>私、ちょっとウキウキして。<laughs> あの要望があるのかどうかもわかんない勝手に我々がなんかこ <laughs> ジンちゃんそんなん言うてもさ <laughs> 放送に乗っかる生歌ってないじゃない本当にそうですよねありがたいですよこの一回は本当にね、はい、大竹さんがいらしたらなんか電波の 無駄遣いとか言われちゃいそうな気ますね絶対言われると思うしね聞かないことを願ってのんのんとやりたいと思いますけど, <laughs> どうなんでしょうね祝日にこういうことやってるっていうのはちょっと大竹さんいやでも大竹さんにお助けを求めた呼びかけないと一回電話かかってきちゃったことが私そはのお前ら何やってんのみたいな <laughs> そうだし廊下であっても言えないですもんだと大竹誠さんに <laughs> 大竹誠さん出てらっしゃらない日しか私出ないから悪いことしてるじゃない<ー>ひそひそ隠れて。 先生と,と,といきましょうマイクさんも何やかんや言う,うてさ会をなすことになんかあのちょっとよく歌の欲が出てきてさ、うん、初めはなんかさ<ー>ちょっと私たちの顔チラチラ見ながら緊張してあ<ー>、あのー、生歌をね <laughs> なんかこう震えながらやってたけども。 感想でちょっと次のね節の力入れ直したりとかうもう私の顔なんか見てくれないですからね。そうあいさんいつもなんか応援してくださるんですよ。<laughs> ありがたいことに。わすごい緊張してるなとか思いながらしてるけどもう最近ちょっと曲の感じ <laughs> ねアコースティックでやってるからまた雰囲気に入っちゃってるからもう,う,、ね、もうかけれない声選ぶ歌もまたこうかなり。<laughs> 対策というか大御所の歌が多くて、よ,ね、よくこれを選、ね、なかなか難しいだろう。チャレンジャーですよね。カラオケでもこの間ユーミンさんの何やった曲を歌った曲、あの「参加<ー>一人の季節」という歌で、ですごい壮大な曲。これカラオケでも歌うんですかいつも、ね？カラオケでは歌えないです。私あのああいうなんだろう、行々しい。うん 構えになるとちょっとちっちゃくなっちゃうタイプなので、あ、うん、それをよく選んでない。<laughs> あ <laughs> 歌は割とこう <laughs>、はい、ちょっと競業しくなっちゃうかもしれない,なで,す、ね、れないですね。今日のやつ？今日のは結構、ね、はちょっと楽しみにしておきましょうありがとうございます、ねね。え何歌うんですかカラオケで？カラオケ普段、ね、じゃちょっと行く人にもよると思うんで、あそうです、ね、例えばじゃあこのあのねもう今やってないですけども、えー、このゴールデンラジオの忘年会で一曲歌 うなら何歌います忘年会そう行く人によるじゃないですか女の子どうしちゃったらこれとか <laughs>、ね、カップルやったらこれとか<ー>そう忘年会で歌うなら何歌います私大竹さんご意向と、うん 多分忘年会ご一緒したの15年前とかかな。あ、あるんですねでも。六本木に行った記憶が。15年前の六本木ねえ、なかなか盛り上がってるよね。その時大竹さん六本木とか行く雰囲気。あれ確かねあのたまたまそういうちょうどいいその人数が入れてその日時に入れるところって選んでいただいたら六そこだったのかな。ええ、カラオケだった気がして。はいそうなんです。みんななんとなくこう一曲ずつ雰囲気で強制はしないけれども。 うん、あの次はあなたよねっていう雰囲気がなんとなく漂って,、ね、ってくるん,てくるんね。<laughs> こう,うね<ー>、はい。その時は私なんだろうアニソン歌ったのかな。え何？あの。 ラムちゃんとかおじさんが喜ぶあんまりそばそばしないでなんとなくあれかけとくと別になんかうまい下手とか関係なくてみんなで盛り上がってくれるからそういうの投入してあとねちょっとおじさんがや好きよ好きよ好きようッフみたいなちょっとコールレスポンスがねできるのとちょっと折り込んだりして愛さんそういう時どうされます私ね忘年会でしょやっぱり めっちゃホリデーを。あ,ーあの歌っ。 って,って言うんですよ私はだって口パクやから私の声で歌うとめっちゃ低いからだから女の子に歌ってって言うんですそれも勝負なんですよちょっと上手そうな人選ばないと歌がガタガタになかかっ,のってこっち口パクもガタガタになるからそのチョイスから始まるってすすごいでだから先に、まあ、それは一回は絶対やりますね誰か歌ってもらってあ,あ,、えー、あややの歌い方と全然違う歌い方じゃないですかもちろんねいきなり振られたわけやしその方のだからその人にかけて口パクであのやるかな あと,あとはまあ私自分の曲なんか歌ったら一番盛り上がるのか盛り上がらないと思うんでだから好きな曲を <laughs> あ<ー>、まあ、北島三郎さんの「祭り」とか、ね「あいさ、ね、の演歌いいですよね」いいですよねとにかく手拍子してくれる方ってそれも曲の力ですよね。大好きでどうんちゃんは 僕は、あのー、結構、まあ、暗い歌がやっぱ好きなんですけど、こう。でも、忘年会じゃないですか。はい、こうね、みんな。やっぱ、空気読まないと、ってとこあるんですけど。<laughs> あの、ね、本当、もともとは暗い歌が好きなので、あの、ね、N. S.、うん、<S P. っていう、すごい、あの、フォークグループがあって。 で、あのあそうです。よく同じ東北のそうですね。一の石出身とどんな曲うちの人に怒られるかな呼び出したりしてごめんごめんみたいな。辛いですね。あの歌うと一気にあの盛り上がってる場もこう調が引いていくようにあのさ。そうに引くぐらいでもね反応してくれたらいいけど、なんかすごいさ年末のさこの社員なんだねって話に書き消される歌やったりする。 <laughs> 結構張って歌めなあかん時あるよね, <laughs> ねうう。あえてこの盛り上がってる場で NSP みたいなものをこう勇気を持って歌うという、ね、一時期あの組織を作りまして。組織。<laughs> <の> NSP 会ということで。うん、誰がメンバーでしか。はい、組織三人しかいなかった、ね。<笑><笑>今日集まんなかん <laughs> 強固な三人ですよね。よく <laughs> やっぱできないですねこの。でも私ちょっと今思い出して、まうん、私けっ

コメント多かったっていうね。うん、そうだからあのマスケンサンバ2は 2>、うん、私あの歌もキーぴったりだし、うん、キーもあの初めにちょっと書いたりするのしなくていいし、<laughs> ああれがキーマスケンサンバぴったりだあと踊りがね、うん、もうあのマージ時々の、うん、あのあのちゃんと町節娘の。はい あそこのダンスも感想から全部完璧に踊れるんです。マジマさんの。ね <laughs>、えー、見たい、ね、あれはもう歌って、もうかあの感想の。キクトントン、キクトントンっていうのとかね。あの、うん、クロス、クロス、後ろクロス、クロスクロス,クロス,スパニッシュっていう。あ,<ー>なんかあの振り付けでも、そういう言葉があるんですけど。<laughs> えーうん、完璧で、それは多分みんな盛り上がるね。まあ、でも、あんまり盛り上がりすぎたら。 終わりみたいな空気になるじゃないですか。大団円みたいな大取り感が立っますよね。だからそうなりそうですね。そうなる。終わったらはい帰ろうみたいな。出すところも考えながら。そう構成がね大事ですよね。でも一番最後取りたい人もいるじゃないですか。最後はちょっと僕の前上で締めますみたいな。出た。前上で。なんかそういう時は本当になんかちょっとねあの周りをちょっとやっぱり周りんな見いいよね忘年会はちょっとね。だからやっぱり忘年会今年なんかあれ。 まあコロナ禍っていうのもあって<ー>うちの店もね予約ないですけど<ー>忘年会しない方がいいみたいな声も多くなってるみたいだよね,ね世の中的に嫌がられてるみたいですねお若い世代から私好きなんですよ忘年会<ー>僕も好きですね好きだよねやらないと一年終わらない感じがだから本当この2年というか寂しいできてないからね,ね今年もやっぱりまだ ちょっと厳しい、ね、まあ曲的には無理じゃないかな。まだね、だ会社によってとかね。でもうちのお店はちょっと本当にあの新しくオープンして新しくあのメンバー入ったスタッフの方も見てくれてるし、うん、で今年で、ね、大山移転しないといけなくなったうちのお店があ、うん、ね、応援すごい好きだつも来てくれてるとこ。はい、だからね、ちょっとね今年はこじんまりとあのみんなでボーリングぐらい行って、うん、でいつもあの落と玉 あのね、あのなんかお年玉のなんか商品みたいなの買うんですけどもその商品をこう、ね、ボーリングのこう点数と同時にみたいなのにしようかなとか思ってるんですけどね。 そういういい楽しみがないとね、うん、やっぱり一緒に頑張ってきた方にお礼返したいですもんね,うんうねんそうやね、うん、でも忘年会したと言ったらもうその気使うから嫌だっていう、うん、その今どきな感じかだから多分中堅というか若手ではないからそう思うのかな若手の人なんかやっぱりそういう気持ちなんですかね、うん、やっぱり今あの。会社の延長になっちゃうからその例えば気持の感じとかも若い方がこうやらされちゃったりとかするじゃないですか。うん、なんかあれが、うん そういうものだとかじゃなくて自発的にやりたい空気になる会社だったら素敵だと思うんですけどす、ね、順番で新人はやりなさいみたいな感じがあれが良くないんじゃないですかねうそうだわ空のグラス空いたらすぐに継ぎなさいそうっせうっせう,うっせえわ、ね、よね本当ですよ自分でね継ぎなさいよって感じですね <laughs> あの曲もだからそこでハマってやっぱりね <laughs>、うん、皆さん共感したんでしょうね<ー><ー>日頃の鬱憤が皆さん共感するところが多いんですよね<笑><笑>本当ね でも年末感がなんか、うん、忘年会なかったらやっぱりちょっと、はいうん、しないなとか思う,う今日この頃と考えてみると今日の放送、うん、ほとんど忘年会みたいな感じですよね。<laughs> <laughs> あと残りのあの放送は本当ね。放にやりましょうかみたいなね。落ち上がちゃったら。忘年会という感じがしますね。三人で。確かに、この三人の今年の、この休日バージョンは、確かに今年がさこれ最後ですもんね。ああ、そうなんですか。でもね、聞いたんですよ。なんと、来年もね、あのすぐ開けてすぐにね。あれ、新年会が、この三人、なサイクルが早くなってるような気が。嬉しいことなんです。私たちってでも、大丈夫です。 <laughs> いつもの放送も大好きですけどね。<laughs> 歌歌えるのがね、<laughs> <あ>嬉しいな。それね、大事ですよね、モチベーションとして。最初、僕でも、この番組、あの、呼んでいただいたのというか。はい、大竹さんが、うん、あの、歌を歌うということで。うん、あの、まあ、アッシュ &D のライブで。あの、まあ、一人、もう一曲歌うみたいなライブをするということで。うん、で大竹さんも歌うと。この番組じゃなくて。はい、大竹さんとは、その、あの、ライブで。 まああの,あの、まあ、なんだかその歌のコーチみたいなこう感じで。 あの自分のひょっとしたらこう呼ばれたみたいなところが。最初きっかけとした。し、えー、何歌ったんですか、その時大竹さん。赤色エレジーという。もうこの上なく救いようのない暗い歌で。この番組でも好きな歌だって言ってたよね。はいうん、あ言ってたかもしれないですね。うん、あまた森尾さんゲストにもいらしてましたよね。確かねああ、そっか。<ー>でも、これがやっぱ大竹さん、さすが役者だなと思ったのは。うん、あの、もう本当本番まで。 これどうなるんだろうという,ような、えー、あの結構あの割とこうタイミングもこう歌う出だしも合わなかったり、うん、こう急にキーが変わっちゃったりとかしてたんですけども <laughs> 愚痴ということでいいでしょうか <laughs> いやいやいやあのそうではないんですけど <laughs> でもギヤギヤしたね本番になったらですねこうすごいこう格尺とこう立って、うん、成功したんですか成功しましたねあのやっぱりこう、ね、本当に演技というかこう ちゃんとこう世界を作ってすごくいい歌になって、もう,ああうやっぱさすが大竹さんだなと、それまではちょっとひどかった、ね、はらはらさせといて <laughs> 聞いてないことでなね、も <laughs> 本当三ヶ月ぐらいこのい 確か、こう、コーチみたいな。あ、準備されてたんですか。三ヶ月も。あ、あの、年末、まあ、十月に、こう、レギュラーで入れていただいて。その年末のイベントで、あ、まあ、二か月ぐらいか。で、本当、ずっと、こう、来るたびに、ちょっと、コーチしてくれみたいな。どういうことするの、純ちゃんは。そのコーチとていうか、教えるの、本当に。こう、発声から、ギタポロンとやって。 お出だしから必ずくるんですね。<え> <laughs> いきなり曲から。いきなり、そうですね。うん、あの、えー、でも狂っちゃうので。 ご機動修正しの<ー>。<laughs> いや、難しいと思うわ。うん、なかなか歌うずっと歌いね、やってると、まきさんもそうでしょう。難しいでしょい,<や>いきなり歌うってなったら。しかもね、この番組、この三人の会の時にしか生歌、しかもね、放送に乗っかるなんて。ないですから。<laughs> 震えますわ。それはそ緊張する、第一声が一番緊張する、ね。緊張します。私でもすると思うわ。えー、なんかね、はーるばる北でみたいな、はあとか始まる時って、<ー>うんっていう口から。 はあって言った方がんかちょっと怖いね違うはあって言う時もあって始まる声の時もなんか「ん」から出た方があそれを私も習ったことあってそれ大江豊君って演歌歌手で大江さんに小柄から習ってたんだろし演歌ちょっとね人でこう じゃコーチしてもらってそうそうそうカラオケボックス行って面白い絵面です兄弟みたいですねなんかね歩いてもそうです先生のような気持ちですけど今はちゃんと私ボイトレもちゃんと言ってるんですけども対角的にもなかなかこう兄弟感あのさ放送乗っかってますか淳さん投じてきましたねいやでも今日は本当楽しみにしていただきたいですよねそうですね皆さんもよろしかったらこの緩い空気にねお付き合いいただければな一緒に歌ってほしい知ってる歌ですからね そうです、ね、でちょっとね、うん、曲は後で言うでしょ。タイトルはね、そうねそうメインディッシュの方でね、あね、はい、やりますのでぜひ皆さんね、もうでもこうんうん、お仕豊かっぽく見えて。うん 意外とやっぱズズシーって何が歌歌って歌をやってるときに一緒に昨日昨日メールでこれやりますみたいなそうなあの淳さんに早く言っていやあの私今日も生歌あるって正式にはあのスタッフの方から言われてなくてそうなのもしかしたらあるかもなと思ってで当日淳さんに伴奏お願いしますってお願いしたら淳さん混乱するだろうなと思ってでも土曜日ぐらいからやったらなんかなんてもっとズズしい人みたいになるなと思って気つかってや 次の日にあ,<っ>あ昨日お送りしたんですよ。前は結構前持って五 <laughs> 日ぐらい前に。<laughs> うん お願いしますって言ってたのに、一向に来ないから、あれどうなってんだろう。これ、あの、早ければ早い方がいいよね。そう、じゃ、今度から、そうします。そう、いや、いや、そうしてよ、みんな。そんな、あの、じゅんちゃんが演奏するんでね、マキさんの場合はね。はい。すごいな。成り行き上、そんな風にお願いしてるんですけど。成り行きだったんだ。でもこれね、一曲だからね、すごい迷うんです、よ何歌うか。それもありません。あります。 だからギリギリまでいやー何歌おうかな私ほんとうっせえばとか歌おうと思ったんですあ、聞きたいあだからさん、ね、本当に3曲ぐらい歌えるなら入れますけど一、うん、曲なんですもう本当にね <laughs> 誰に向かって言うよか言うよか、ね、<laughs> 皆さん全身も頑張らないんですけどちょっと邪神年会の新年会にしましょうか <laughs> いいふりしてくれます、ね <laughs> <laughs> いやいろいろ歌いたいなと思うんですけどね <coughs> そうですね、うん、でもこの渾身の曲をね、はい、メインディッシュの方で楽しみにしていただきたいと思いますよね <laughs> よろしくお願いします、はい、ということで えまずは何よりこのね私たちが2時間半かけて語り合うテーマを発表しましょうマクさんお願いしますはい文化放送大竹誠ゴールデンラジオ休日恒例となっております女性のお悩み女性についてのお悩み相談今日も開催します、うん、女性の方からは女性ならではのお悩みを募集、うん、そして男性の方からは女性恋人妻同僚好きな人に関するお悩みをメールファックスで送っていただきまして、うん、春の愛さんとタブレットじゅんさんそして私石川がこと 耐えていくという内容です。そうですよね。だから男性の方も送っていただきたいし。はいはい、そです、ね。今現在進行形の恋でもいいですよね。そうですね、うん。恋してますか?。恋してます。

あ今旦那さんに旦那さんにね美しい話にしようと思って <laughs> あちょっと面白くないので大丈夫です <laughs> <laughs> 私たちの生歌は二次代にお届けします、はい、よろしくお願いしますはいでは、うん、愛さん参りましょうかはいそれでは今日も始めましょう